ドブルム出るわよ。お姉様お姉様、レインお姉様。レインお姉様の一番弟子たるこの私を置いてけぼりにして一人でスタートダッシュなんてひどいです。弟子を取った覚えはないけどね。ルー、あなたも予備戦に参加してたの。玉座に興味があるなんて初耳だけど、可愛い顔して野心家じゃなくて？野心満々のレインお姉様にだけは言われたくないです。実はクラスのみんなで賭けをしてまして。賭け？ですです、みんなで予備戦の優勝者を賭けてるわけですね。へえ。一番人気はなんといってもレインお姉様のお姉様、セレスティアお姉様ですね。ぶっちぎりの大本命です。認めざるを得ないわね。心底気に食わないけど。あとは学園ナンバー2の実力者、エルフのイリアスお姉様も人気ですね。もちろんレインお姉様も候補に入ってますよ。学院で武闘派をあげろって言ったらそんなところかしら。妥当な線ね。で、ルーは誰にかけたわけ？もちろん私よね。ああ、そっか。つまり私のサポートをするために予備戦に参加したわけね。海外しい弟子を持って嬉しいわ。もちろん私よね。賭け事は堅実なのが一番ですよ。この裏切り者。最初はこんなのいかがです？ダメですよ。
当然の報いってやつよ。この程度で足止めできると思うな。バーンエアリーだ。バーンエアリーだ。ガリマ召喚。ごきげんよう、サリアベル。これはどうも。開戦早々最強と謳われる竜の眷属とエンカウントか。運がいいのかな、私は。あら、己の不運を呪うべきじゃなくて？どのみち、君にも君の姉上にも舞台からご退場いただくのだから、ことは早い方がいいだろう。相変わらず大した自信だこと。ドッグファイトに優れた獣人の血があなたをそこまでうぬぼれさせるのかしら。確かこのゲームのルールってさ、対戦相手を殺しちゃってもお咎めなしなんだよな。何が言いたいの？うっかり手も滑っても仕方ないってことさ。ごめんね、うっかりだからさ。ふん、意気がってなさい。避けるってレベルじゃねえぞ。
私が負けるのか。私の方が搾取される側だってことなのか。次に会った時は言葉遣いに気をつけなさいよね。腹立たしいやつとばっかり会うな。冗談よ。私は結構レインの実力を買っているので、開戦と同時に放った使い魔の大半をロストした。消耗戦で挑めば持久力の高いリンドブルムにもブワールと踏んだのだけど、少し侮っていたみたい。それでやむなく術者本体も参戦ってわけね。自ら矢面に立つなんて、サマナーとしては失格じゃない？なぜ？召喚特化の魔導士の弱点は本体そのもの。使い魔を一体一体潰すより本体を狙うのは上等手段でしょ？ふふ、それは肩腹痛い。だったら、レインに悪魔召喚術の最も基本的な知識を伝授してあげる。使い魔は、事前事業でサマナーの兵隊をやってるわけじゃない。相互の関係は、契約ではなく服従。つまり、私の飼ってる使い魔全てを相手にしたって私一人の方が強いってことだよ。パンデモニウムのいただきで、果たしてあなたは何を見るのか？バーン！バーンエアリゾン第2章煉獄のキレナトリビ。バーンエアリゾン死ぬ場面でスタートが見せる異常だ。あなたに倒す気ではない。バーンエアリゾン
修行たちが奏でるあのレクイエム。ドラグーンの力を舐めすぎたわね。セレスの妹さん、ご苦労様。ご苦労様です、イリアス先輩。もう予備戦も終盤戦。残っているのは私たちとセレスだけみたいね。さすがセレスの妹さん。というのはあまり褒め言葉にならない？お気遣いなく、いつものことですから。竜の直系の力を引き継ぐ姫君。セレスはみんなの憧れと羨望の的だものね。そういう私もあの子に見せられた一人だし、当然嫉妬がないといえば嘘になるけど。私は子供の頃からいつだって姉さんの背中を追い続けてきました。でも私が追いつこうとあがくと簡単に引き離して先に行ってしまって、でも私が転んで泣いていれば何も言わずに待っていてくれる、そんなどうしようもなくいけすかない姉さんなんです。なんかそういう関係羨ましいな。だけどね、セレスをライバル視しているのは何もあなただけじゃないわよ。みんな魔王になりたくて学園で腕を磨いてる。なのに私はあの子のおかげで万年学園ナンバー2。玉座は一つしかないの。兄じゃ意味がないのよ。この際、いい戦いにしようなんて言わない。どんな手を使ってでも、私はここであなたに敗れるわけにはいかないから。覚悟は？はい。よろしくお願いします。負けた時のことなんて、考えても意味はない。最善を尽くすのみ。結界発動。
私の力を。ラギハラル、これでどう？これでどう？ラギハラル。はあ？あなたにはまだ魔王になる覚悟が足りない。泣いて助けを求めるものあれば。雨の中、雪の中、海の中、汗と涙と血の吐いて駆けずり回る献身的な正義と努力と正義と友情、理念、愛、平和よ。バーン、ガッツが足りない。あなたを支えてよかった。いい戦いでした。待っててくれたの。ずいぶん余裕かましてくれるじゃない。余裕なんかじゃないわ。そうね、これはけじめ。私はこの大会に勝って魔王になる。だけどその前に決着をつけておきたい相手が一人だけ残ってる。翼も生えてない幼少の頃から誰よりも多く戦った相手だから、誰よりもあなたの実力を理解している。あなたがイリアスを倒してここまでたどり着くこと、私は確信していたわ。
私も本当に戦いたかった相手はたった一人だけ。追いかけて追いかけて、やっとたどり着いた姉さんと同じ舞台。今なら誰にだってリンドブルムの姫の予備なんて言わせない。そう、だったら最後に一つだけ。わかってると思うけど、これはまだ魔王選抜大会の予備戦。東や中央の学院にはもっと強い血族の末裔がいるって聞く。本戦ではそんな奴の相手をしなければならない。目指すべき玉座は一つ。猛者を集い競わせ、ファイナリストを選定する魔王選抜大会。勝者が手にするのは世界最高の名誉、セブンカーディナルロードの称号。最強種リンドブルムに生まれた者は例外なく魔王を目指す宿命。一族の威信と何より私自身の存在意義を賭して、私はパンデモニウムの頂を目指す。レイン、あなたにはその覚悟がある？この背に掲げた翼の意味を忘れたことなんてない。竜の歩く道を邪魔する奴は一人残らず食らい尽くすのみ。たとえそれが血を分けた姉妹であったとしても。それでこそふさわしい。でもそれも今日で最後。これが私たちの最後の決闘。いざ勝負。行こうぞ。粉砕する。ラギハライア粉砕する。行こうぞ。バーン。持てる全ての力を解放する。ラギハライア、知らざる。蹂躙せよ。絶望なさい。
蹂躙せよ。散りてこしなさい。バーンエアリア舞い踊れ。蹂躙せよ。散りてこしなさい。絶望だ。これが私たちのラストダンス。ラギハラル散りてこしなさい。散りてこしなさい。私はさらなる高みを目指します。今までありがとう姉さん。この一戦を誇りに思うわ。